お前が先手だ。三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ玉頭くらい取りよろしくお願いします。玉頭くらい取る人、角交換してみた。坂田り、あれ坂田流向かい飛車は違うんか。そうか、金より。へえ。2分30秒。ふんへえ、いったろ。これはなんか新しい戦法かなんか割と良くなってきてるちょっと一瞬真剣に指してましたけど、なんかちょっといい気がするな。こっちが気のせいかな。新しいやつを生み出したか、私もしかして。歩ついて2分。金寄りはさ、桂馬打ちがあるんじゃない？これ取る。取るでいいですかね。取る。で、相手は対処しないといけないんじゃないかな。しない。対処しないのか。対処しないのか。むずいな。1分30秒。むずいな。1分30秒か。金より、微妙か。いや、金よりかな。プレッシャーかけていく。プレッシャーかけてみる。プレス。いやー、でもちょっとなんかやりにくいな。急に急にやりにくくなってきたな。ということはあんまりよろしくないんかな。これちょっと角打つわ。馬消せたら OK。 馬逃げたらと風なりでどうかなっていう感じなんですけど、多分そうですね、同格ですよね。さあここですね、ここです。まあまあまあ、これ取るんかな。取ってよかったんかなそっち行くんか。いやー、これなんか微妙だな。でもまあ歩なりできたら早いと思うんだけどな。これは引いとく？引いとくか。ちょっと怖いけど、どうしようとこう。投入。はあ、なるほど。なるほどね。それはまずいね。それはまずいんじゃないか。するしかないな。ちょっと受けるか。頑張って受けよう。受けるしかない。よいしょ。ちょっともう頑張って受けて。おっと、切ってくるのか。
これ勝負できてない。これ飛車放置かな。飛車放置でやばいかな。いやでもこれは切る、さすがに。でちょっとと金を作ってどうかな。どうですか。30秒って勝負できてないかなこれ。こっちは安全な気がするんだけどな。これは詰みじゃないか。こいつんだな。よっしゃー、ビクトリー。ちょっと新しい戦法を生み出したかもしれん。ちょっともう一回やってみたい。ありがとうございました。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ角銀中飛車よろしくお願いします。さあ来いよ。おっとこれか。よし行くぞ。一手損角代わり行くぞ。よし、この新しい戦法で貴様をほふる。貴様をほふるぜ。ほふれるかな。どうしようかな。金寄るか。ちょっとキモキモ金的な、坂田流向かい飛車的な、なんかそんな感じ。すごいとこに行ったな金が。すごいよあれは。金上がっとこう。2分30秒。まあ歩ついてみる。ゲーマーが来るか。銀上がって、なんかやりにくいですね。これミスってるのか私。はあ、怖いけど歩突きかな。歩突きだな。怖いけどちょっとなんか危ない匂いはするんですけど、引いといて。ちょっと7五歩発生してるんでどうですかっていう。うわーすげえ、すげえ角打ち来た。まあ、こんなものはここから行くよね。拠点取れるけどな。それが何っていう話なんですよね。いやでも打つんかな、さすがに。1分30秒と打ちにくいぞ。いやどうすりゃいいんだよ、どうすりゃいいんだこれ。手が思いつかん。もう1分あればどうにかなるんだけどな。1分。ちょっと厳しいな。厳しい戦いになってきたな。やることがなかった。さあやることがないです。やることがないので、これ遅い遅い遅いか。遅い気がする。あー遅そう。これはもう取るしかない。これで金はやりましょう。あなたに。はー、そんなとこなれるんですか。あーしかも金打ちある。
やばいじゃんこれ。それはよくわからんな。ちょっと。そうなるんか。ちょっともうこれで勝負するしかないな。ちょっと厳しいな気持ち的に。残り時間と気持ち的にちょっと厳しいかな。金よりそうっすね。30秒。そうっすね。きびいな。だいぶだいぶきびいぞ。歩が打てない。歩がいない。角打って大将。大将角打って大将。さあ、あー痛い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 けど、相手ちょっとミスったっぽいぞ。20秒。ちょっと勝負しよう。これも勝負するしかない。どうする？角でも打つんか？どうするどうする？取るんか？これさ、どうにかならない？どうにかなってないか？なんか怪しい匂いしてきたよ。いいんじゃない？これ積んでるっぽい？もしや。積んでない、積んでる。見事じゃ。勝ちました。しかし、将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。謎の戦法ですね。はい、ありがとうございました。